はい、YouTube をご覧の皆様、こんにちは。今日は本日もこの3人でお送りいたします。お願いします。電気コーポレーションのチャット、森谷加工さんのふみこと、ストリティハウス横井3代目しんちゃんでお送りいたします。本場さんでお願いします。はい、ということで、なんか来ましたけどいつもの、いつもの俺が大好きなんですよみんな大好きなんだ。キリン屋さん、イエキリン屋、キリン屋さん、沖縄。ここはね、沖縄料理、うん、で、このキリン屋の社長鈴木さん、通称スーさん、スーさん、うん、まあ重鎮だけどね、重鎮、うん、でもスーさんね、優しくていい人、うん、沖縄めっちゃ愛しとるし、名古屋もめちゃめちゃ愛しとるから、うん、基本沖縄料理めちゃくちゃ美味しいじゃん。美味しい美味しい。で、だいたい青森飲んでテケテケになってじゃあそれぐらいもう、そうそう、なんかここに来ると安心しますよね。安心、楽しいじゃんね。楽しい。で、なんとね、スーさんが沖縄料理と名古屋飯の融合とかね、そういうこと最近ね、やってて、すごい羨ましい。これ一回見てみたくない？見たい、うん、見たい、食べたい。そうそう、止めたさ、今日は来ました。もう行こう、もう行こう、早く行こう、行こう、行こう。はい、というわけで早速店内に入ってまいりました。入りました。なんか、なんでいいですか、いい感じですかね。落ち着きますよね。落ち着く、落ち着きますよね。落ち着くよね。はい、なんかホームに来たみたいな感じですよ。キリン屋グループ鈴木社長です。ありがとうございます。ありがとうございます。スーさんです。イエーイ。スーさん、すみません。はい、今日はお豆チャンネルルールがあって、はい、スーさん、僕の大先輩。うん、はい、だけど、スーさんをスーさんって呼ばないっていうのがお前ちゃんでの遊びで、ちょっとニックネームを考えると。で、スーさんも大体めちゃくちゃ仲良くしてもらってるから、今更スーさん以外の呼び方ないんだけど、珍しいですよね。そうそうそう、考えてください。バイバイするんで。バイバイする。おい、今日は結構出てくる。もう呼ばれてますね。水ない。じゃあカッチャーしよう。カッチャー、カッチャー、まあ、鈴木、カッチンマサビ、よろしいですか。かわいいですよ、カッチャンで、よろしくお願いします。お願いします。カッチャン、大体でもここの店何年目ですか。今28年。素晴らしい。28年。ここはね、だけど本当に名古屋では珍しくね、僕昔から会話してもらっててね、キリン屋メンバー最高で、本当にどこ行ってもめちゃめちゃ優しくしてくれて、で、それのルーツっていうのがあって、これはやっぱり沖縄なんです。ああ、なるほどね。ちゃんと言えば沖縄だもんね。そう、沖縄は愛っていうのが止まらないんです。出てるでしょ、これ僕帽子もね。マスクもね。沖縄の人ってやっぱあったかくてさ、はい、なんか食に関してもよく出てるね。そういったことを伝えたいっていうのが、そのかっちゃんの思い。そうだね、まあ、やっぱ沖縄の言葉で一番好きなのがジャリバチョウで。ジャリバチョウで、うん、ジャリバチョウで。一度出会ったら、みんな家族。だから、まあそこの、ね、カウンターも丸いじゃないですか。そうですね。あれは、遠くの人とも仲良くなりたい。世界中行ったけど、沖縄が一番仲良くなれるとか、そうなんだ、温かく迎えてくれるとか、名刺交換とかなくてもいいし。やっぱり人かな。まあ今回コロナがあるけど、まあ10年以上ね、年に14、5回は行ってたんで、お帰りなさいって言ってくれるじゃん。沖縄の人はみんな普通にお帰りなさいって、そうなって他に ないっていうか、でも沖縄行った時に二十歳のアルバイトの人から証人で、ね、俺のために積み立てしてくれて、全部おごってくれて、お帰りなさい、お金ちゃん帰りなさいって、そんなとこ沖縄以外ないんです。高いですね。今こう飲食店に通じるんじゃないかな、そういうのを目指したいっていうか、そんな思いですね。そうですよね。あ、そのスーさんとのキーワードすごいよ、ね。うん、俺もね、何回か参加してます。あ、そうですか。スーさんとは基本現地集合、現地解散でスケジュールを作らないと決めないと決めない。行き当たりばったり。
面白いな、やっぱりいろいろ行きたいとかあるとどっか行っちゃうし、すぐあ、ほら、行ってこなっちゃうんですね、行ってこなっちゃう、あれ、ここ行ったんだろうな。いや、沖縄ってそうなんですよ、行かなくてもいいし、先に帰ってもいいんですよ。悲しかったら来るし、みたいなね、ずっと一緒にいなくちゃいけないってこともないし、それも沖縄のいいとこかな。だから大体さ、沖縄はほぼす、あのかっちゃんに教えてもらってるんだけど、はい、ビーチ連れてってもらったの、うん、ビーチ通るじゃん、うん、ほんだら一緒に行ったさ、あのさくちゃんとかさ、うん、財布がないって言うんですよ、うん、めちゃくちゃ怒ってよ、財布ないってどういうことだろ、何なくしてんだろ、すごいよね。で、夜ご飯食べに行こうよってなるじゃん、で、ホテルチェックインしますってなった時に、俺スーツケースがないんだスーツケースないと何事だって怒り出してもらったじゃ、確かないけどさすがにスーツケースやばいないよね。で、また続きがあるな、ご飯食べに行った時に財布ないって言われてどういうこと、むちゃくちゃ怒ってた人にすいませんでした、結局みんなの財布ない。まあ、だけどそういう楽しいというか、はい、飲食店楽しいし、沖縄楽しいよっていうことをやっぱ教えてくれるやっぱり大先輩のかっちゃん、素晴らしい、だからやってるお店もこんな素敵だし、うん、すごい素敵、そう、なんか時間とか、なんかいろんなことを、飲食もそうだけど、ね、沖縄って忘れさせてくれるんで、それで記憶もよくなくしちゃうんですけど、そうさ、いろいろこうお話いただいたんですけども、ちょっとお腹が空いてしまいまして、そんな空いてるよ、空いてるよ、お腹には見えないけど、ね、ここが空いてる、デカめ、誰がデカめだ、デカめ、ちょっとデカめ、助けてよ、プリ君助けてよ、おまめんの試食コーナー、来ました、ありがとうございます。おお、すごい、これは手びち、豚足のと、あと八丁味噌、そう、八丁味噌煮込みですね。この料理でもなかなか出してるお店ないですね、これ。うん、そうだね、オリジナル、キリン屋オリジナル、だ手びちコラーゲンたっぷりだからね、女性にも食べてほしいよね。ではいただきます、どうぞ。うわ、とろとろ、やばこれ、いただきます。はい、ドロドロ、これ見ただけで分かるわコラーゲンの塊、すげえ、もう肌ツルツルのかもいいこれぜひあれだよ、若返りました、若返りました、25歳ぐらいになった、なったなったいや、これ絶対肌ツルツルなの、見ただけで分かるよ、うまい、これ味噌の感じどう、いや、これね、なんて僕らが知ってる、うん、あの八丁味噌、うん、で、味が慣れてるから、うん、豚足って苦手な人もいるじゃん、うんうん、だけど食べやすい、さっぱりとしていいね、うん、こう生でガチっていくのもありだけど、ありだけど、うん、これ僕はこっちのが好きかもしれない、これ何が合いますかね、そうだね、まあ、まずは、あ、なんかここにユビリンが押してみて、いいんですか、うん、優しく、まあ、強く打て、お願いします、ちょっと待ってください、来ましたけどかちゃん、何ですかこれ、ちょっと待って、ちょっとやばそうじゃん、やばい、ね、だハブ注意って書いてありますよやばいですよこれこれちょっとかちゃん説明してもらおうよ、これはですね、ここに描かれているハブ、はい、で向こうはハブ種っていうのがあるんで、うんうんうん、ね、青森にね、中にハブが入ってて、でそれだけプラス13種類のハーブが入ってて、うん、まあ割と飲みやすいけど、うん、まあハブにハーブ、ハーブ、ハーブはい、じゃ あ沖縄のね、沖縄流の乾杯、はいはいはい、沖縄の乾杯は、まあカリーでね、カリー、はい、カリー、カリー、乾杯、カリー、乾杯、はい、これでも家族だよ、ああ、これすさん、ま、何でしたっけ、前割り、前割り、青森の、まあ島酒ってね、言うんだけどね、青森の前割り、前割りとはどういうあれなんですか、まあ、前もって割っとくことでまろやかになって、まろやかな、だからまたさらにグイグイいけちゃうみたいな、なるほどですね、またたっぷり入れてくれるし、ここはね、今日ね、ゆたかちゃん、店長ゆたかちゃんちょっと取って、はい、素敵な店長さん、ありがとうございます、ここ最高の人、めちゃくちゃ取ってください、ゆたかちゃん基本的にはゆたかちゃんはいつもこの
表面張力の仕上げてるの駆使しつかしますね。琉球ガラスですよね。琉球ガラスよね。じゃあ乾杯。乾杯。名古屋式の乾杯。名古屋式の乾杯。やばい、うまいな。おいしい。あ、うまい。どうする今日。ちょっとこれ食べたことないこれ、うん、キリン屋歴長いからめちゃくちゃ美味しいこれこれこれいただきます。ちょっとやばいじゃんこれ。やばいよね。めちゃくちゃうまいこれ、うん、あのね今俺軟骨も一緒に食べたんだから、うん、軟骨もトロトロ、あ、そんな柔らかいです。いやこれめちゃくちゃうまい。めちゃめちゃ煮込んであります、ね、味噌の塩梅もすごい、こうね、視聴者の人に分かりやすく言うと名古屋流のおでんがあるよ、味噌おでん、はいはいはい、煮込んでるやつ、あれで炊くから、うん、コラーゲンがブワーッと出る、うん、なるほどなるほど。コラーゲンの味噌おでんみたいな。あれ唇って入れて25歳になりました。なったなったろ。なったな。 OK お前でかめん、ほら顔ちっちゃくなるかもしれない、うんうん、ちょっと食べてみて。ですかね。ちっちゃい。やでもでかくしたいと思う。でかくしたいわけじゃない。でかくする努力はしとる。いただきます。うん。とろとろ。とろとろ。本当にとろとろ。でも味噌がいい塩梅。これマジでめちゃくちゃうまいな。やっぱうまい。これは売れる。お酒と合う、お酒と合う。前割りとめちゃめちゃ合いますよ。美味しい、いただきました。美味しい。ありがとうございます。ありがとうございます。これ肉野菜そばですね。はい。すごい。すごい。これ。すごい。ルームもすごい。お医者さん、上は豚バラ。そうですね。これめちゃめちゃいいよ。これ昼、お昼出すんですよね。そう。で、沖縄の食堂ね。はい。食堂文化。っていうのはもう本当に、お腹いっぱい食わしたいって文化が食堂なんですよ。でその中でも、もうすごい有名なハム食堂っていうのが閉店して、うん、まあ食堂自体がどんどんなくなってくるので、まあ、食堂復活させたいな、お腹いっぱい食べてほしい、ね、ハム食堂でやってたことを今キリン屋で復活させる。そうそうですね、大復活ですね。とってもとってもなんかそばまでいかないじゃん、なかなか。それが多いから、もう野菜ばっか本当に。いやだけど、やっと見えてきましたね。やっと来た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 。これさ、すごいねこれ、うん、でも中はこれ沖縄そばだよね。ちょっといい、先いただいちゃいますねこれ。おいしそうだわ、いい匂い。うまそう、これこんなんだよ。いただきます。うん、絶対うまいでしょ。もう野菜も甘いし、いろんな野菜入れてもらってるからめちゃくちゃ美味しいですこれ。そうそう、そういえば、はい、デリバリーやりだしてるじゃないですか、うん、スーさんデリバリーって結構有名じゃないですか最近。あれは、うん、でもそのスーさんが直接配達行くんですか。そうですね、うん、なんかテイクアウトね、来てもらうよりもなんか持ってきたい、持ってってあげたい。でもそこで行った先々ですごく喜んでもらえる。うん、どこの店舗でもどこでも、まあ、できるだけ持ってきよう。だからまあ、なるほどね、本当名越し以外もたくさん持ってたし、でもそこからやっぱり行っちゃえば一緒でいろんな出会いがあるんで、うん、頑張ります。素晴らしい。またすごいのが出てきましたけど、スーさん。二倍やばいこれ。これもしかしてうちら大好きなやつなんですか。ね、大好きやつや。まず沖縄っていうのがやっぱりこう昔から肉を食べる。やっぱステーキ文化が根付いて、うん、で、ね、でこれは沖縄の豚、紅豚の、ステーキ弁当です。ああいっちゃう。いただきます。米。肉やばい、やばそうでしょ。めちゃくちゃうまい、うん、めちゃめちゃうまい。いただきました。ありがとうございます。でもマジでうまいやつ。え、なんだろう。いやもうそれこそ今まで全部食べてきたのうまいけど、もうこれがなんか、え、お弁当でこんなのが作れちゃうのっていうぐらい。これいくらですか。
999円。安い。素晴らしい。1000円切りました。1000円でお釣りが来ちゃう。タレがむちゃくちゃうまいんだけど、また美味しい。そう、まあ、でもね、うちは本当生産者からこれも直なんで、今生産沖縄の生産がすごく困ってて、で豚はどんどん育つけど売り先がないっていうことで、ね、もうそういう話を聞いて、この美味しさをもっともっと知ってもらいたいっていうこともあるし、やっぱりなんか応援したいって気持ちもあったんで、もう全く利益が出ないんだけど、みんなで気が利ずにやりたいね。スーさんの思いと生産者さんへのこう気持ちも込めた一品になっているので、ぜひ金山の店舗で、ね、テイクアウト。素晴らしいな。素晴らしい。はい、というわけでいろいろこう今回も試食させてもらいましたけども、ハッチありがとうございました。ありがとうございました、ね、もう全部美味しかったです、本当に。これで最高、最高でしょ、最高、最高。これも泡盛で、もうそろそろノックアウト。じゃあ、だけど、まっちゃん、まだ早い、まだ早い。なんでかっていうと、嬉しすぎる、俺が大好きなキリンヤグループ、紹介できたのと、あとカッチャン、この人ね、すごいんですよ。僕はいろんな商売をやって、こうや今ね、いろんなことやってるんだけど、いつもね、相談したりするの、だけど、そうすると全部ね、全部教えてくれる、いろんなことを。どうぞ、大先輩だから。で、これもね、沖縄からスーさんの、かっちゃんの沖縄愛、名古屋愛っていうので、ね、誰にも全部包み隠さず自分の知識を全部与えましょうっていうことがかっちゃんの信念なんです。そうだね。だけどね、俺は本当にね、それは感謝してる。感謝を教えてもらったのも、僕はこの人って言っても過言でもないよね。ちょっと言い過ぎだけどね。今回なんかめちゃくちゃ深い話できたじゃないですか。なかなか聞けないですよね。そうそうそう。めちゃくちゃ僕らもね、これ YouTube やり始めて、めちゃくちゃ勉強になってるじゃんね、いろんな人たち。また新たに。いろいろ教えてもらえたりして、ね、普段こうよくご一緒はしますけど、こうやってやっぱりこうあまり怒らないタイミングでいろんな話を聞けるってのはなかなかないですね。はい、本日はこの4人でお送りいたしました。原理コーポレーションまっちゃんと、4代目加工山豆腐ふみくんと、スパゲティハウス横井3代目しんちゃんと、キリンヤグループのかっちゃんです。ありがとうございます。キリンヤさん最高。ありがとうございます。